日本経済新聞名古屋支社日本経済新聞名古屋支社は日本経済新聞の東海地方のうち愛知県、岐阜県全域と三重県の伊賀、東、紀州を除く地域の発行業務を行う支社である全地域セット版発行。1980年9月5日日本経済新聞社の東京、大阪、西部に次ぐ第4の制作拠点として名古屋市写真社屋が竣工。 同年9月24日から名古屋での現地印刷を開始した。名古屋現地印刷開始以前の日経は大阪本社で印刷されたものが東海3県内で販売されていた。現地印刷当初は長官のみの発行だったが、1989年4月1日から有刊の発行を開始した。日経は中京テレビ放送の設立にも関わった。 また1983年には、テレビ東京の2番目の地方系列局であるテレビ、愛知を、中日新聞社との合弁で設立し、テレビ東京の3大都市圏ネットワークを確立させた。名古屋市社では、トヨタ自動車をはじめとした、中部圏の経済報道を主体としている。朝、夕刊とも最終ページではなく中ページ。 掲載フルサイズ NHK テレビ、NHKE テレ、東海テレビ、中京テレビ、CBC テレビ、メ、テレ、テレビ愛知ハーフサイズ以下見えテレビ、ギフチャン、SBS テレビ、テレシズ、ラジオ日経、NHK ラジオ第一放送、CBC ラジオ、東海ラジオ、ギフチャンラジオ、NHKFM、FMI1、チップ FM、FM30、 FM 岐阜、SBS ラジオ伊賀、東紀州は、大阪本社管轄、静岡県は、東京本社管轄なお毎日新聞中部本社は2006年、新社屋完成後も、正木社屋は、中部本社の事実上の別館として、名古屋本部が入居していたが、2017年6月に、グローバルゲートに移転し、笹島オフィスに改組した会社案内テレビ愛知。ありがとうございます。